はい、どうもめチャンネルです。本日私はですね、本日6月18日に開業いたしましたヒルトン沖縄宮古島リゾートさんの方にお邪魔させていただいております。ルームツアー等に関しましてはね、こちらの方にもリンクね出しておきますので、まだ見てないよっていう方はぜひね、そちらも見ていただけると嬉しいです。今回こちらの動画の方ではですね、おかげさまでですね、ショールームという形でいろんなお部屋のねタイプ見させていただくことができましたので、皆様にですね、いろんなタイプのお部屋見ていただいて、お部屋選びのですね参考にしていただければなというふうに思いまして、動画撮らせていただいております。じゃあね、早速いろんなお部屋見てきましたので見ていただければと思います。どうぞ。はい、こちらがですね、ツインデラックスルームでございまして、こちらもホテル3階から6階に位置して、プライベートバルコニーから緑とですね、シティビューをね望むことができる、オーソドックスなお部屋といったらいいんでしょうかね。非常にね、オーソドックスな使いやすいね感じの、どれもお部屋じゃないかなというふうに思います。アメニティ類にね差はありませんので、本当に広さ、ただ35平米なんですけど広く感じますね。やっぱり明るいっていうのと、このデスクがね、私個人的にはあったりするのがね、嬉しいなというふうに思います。あとはお好みでね、ここがソファーだったらよかったなという人もいるかもしれませんが、こちらのテラスにね、こういった、チェアとかね、デスクもあるんで、ここで朝コーヒー飲みながらとかね、サンセット見ながら、こっちはサンセット左からちょっと見えたりするんでしょうかね。いい感じなんじゃないでしょうか。こんな感じの、これが多分オーソドックスなお部屋という感じですね。ここら辺のなんか桜なのか葉っぱ、この花の感じもおしゃれでいいじゃないですか。はい、これが、ツインデラックス、特に書いてないですけど、シティビュー側ですね。
はい、ということでこちらがですね、移動してきまして、プレミアムルームの、サンセットビューのね、お部屋となっております。お部屋ね、41平米となっておりまして、オーシャン、サンセットビューが見えるイラフ大橋側のね、ビューのお部屋という形になってます。まあ、さっきよりですね、形はね、長方形という形ではなくなりますけど、ここにゆとりがね、できるので、ゆったりとしたね、作りになってるんじゃないかなというふうに思います。はい、こんな感じ。まあ、装飾とかはね、基本的に同じような感じですね。でこちらの方につきましても、プレミアムですが、コーヒーはね、ネスプレッソマシンがなくて、ネスプレッソマシンがつくのはエクセキティブフロアとスイートのみということになってます。でもね、このなんかヒルトンさんのね、なんかオリジナルのドリップコーヒー、美味しそうですよね。白いのも、デカフェであるみたいですね。はい、こんな感じです。なので、まあ、サンセットがね、いいという方は、やっぱりね、こっちのイラフ大橋側のね、ビューを選ばれるのがいいのかなというふうに思います。まあ、プールもね、見ていただくことできますし、まだね、初日なんでわからないですけど、夜も多分プールちょっとライトアップされて、いい感じになるんじゃないかなって勝手にイメージしてるんですけど、はい、また雰囲気がね、変わるんじゃないかなと思います。こんな感じです。はい。こちらがですね、キングデラックススイートというお部屋に、見させていただいておりまして、これ3階から7階に位置してですね、バルコニーからは、イラフ大橋をね、オーシャンビューとしてサンセットをね、望むことができる、お部屋となってます。まあ、広さの感じもね、いいですね。70平米とか、暑いんでね、74平米あるという感じですね。なんかリビングとか非常に使いやすい、明るいね、印象がありますけど、いかがでしょうか。こういったね、絵のなんかセレクトなんかもいいんですよね。ここはね、基本的にどこのお部屋取っていただいても明るくて非常にいいです。そしてバルコニーがね、横と、寝室の方とつながってるので非常に広く感じますね。はい、こんな感じの、はい、オーソドックスで非常に使いやすいお部屋じゃないでしょうか。はい、水回りもこんな感じ。あ、ドレッサーみたいなのもあっていいですね。こんな感じのお部屋となっております。いかがでしょうか。はい、じゃあこちらがプレジデンシャルスイート、失礼します。あ、いや、いいじゃないですか。めっちゃいいじゃないですか。そりゃいいですね。あ、なるほどね。あ、いや、いいですね。めちゃめちゃいいです。なるほど。3面最高ですね。すごい。ね、すごい。ありがとうございます。ちょっとあっちを。この扉がね、観音開きになってて、すごいですね。あ、で、こっちがダイニングで、萌えシャンいただいてる感じですね。素晴らしい。いやー、これはさすがのプレジデンシャルスイートって感じですね。ここの扉も観音開きなんですね。ここも観音開きです。ありがとうございます。あ、大丈夫ですよ。お風呂がなんか変わった場所にあるんですよね。めちゃくちゃ綺麗です。あ、でもここだけなんか絵を切り抜いた感じのおしゃれ、おしゃれ。ありがとうございます。はい、シャワーブース、トイレもおしゃれ。あ、素晴らしい。ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。どのお部屋もね、めちゃめちゃ素敵。はい、今回ね、私が宿泊させていただいてます、テラススイートキングっていうお部屋とですね、プレミアムスイートキングにつきましては、私のね、動画の方でご紹介させていただいてますので、そちらのお部屋につきましてはね、私の動画見ていただければなというふうに思います。その以外のね、お部屋の部分、ご紹介させていただきました。まあ、本当にね、もう、お部屋の、スタンダードなお部屋でも35平米あって、非常にね、使いやすい間取りなので、あとは、どこのね、なんていうんですか、ビューがいいのか、シティビューでいいのか、サンセット、イラフ大橋の方、プール側は見えないんだけれども、海が見えるオーシャンビューにするのか、それともね、やっぱりイラフ大橋があって、バルコニーからプールをね、望むことができる、サンセットビューにするのか、まあ、これにね、尽きるのかなというふうに思います。あとね、大きな違いとしましては、
スイートルームとエグゼクティブルームにつきましてはですね、ネスプレッソマシンがついてくる。それ以外のお部屋につきましては、ドリップのね、ヒルトンさんのオリジナルのコーヒーがついてくるという形の違いがあるといったところでございます。まあ、非常にね、6月中、7月中は稼働をね、抑えて、プレオープンというかソフトオープンをする形になってます。ただね、稼働を抑えるためなのか、料金がね、多少ちょっと高めなんですけども、今落ち着いてる今ね、狙い目じゃないかなっていうふうに思います。8月26日グランドオープン以降はですね、そのままね、多分料金は9月ぐらいから多少落ち着くのかなっていうふうに思いますけれども、今度は稼働率が上がってくるので、多少ね、混雑が予想されるんじゃないかなっていうふうに思いますので、皆さんのタイミングでぜひね、おすすめのホテルでございますので、楽しんでいただければというふうに思います。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきます。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残していただけると嬉しいです。概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではね、ホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいておりますので、情報の見逃しがないようにぜひチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。